はい、こんにちは、下坂恵理子です。よろしくお願いします。それでは今から Facebook に 3D 写真をアップする方法をやってみたいと思います。よろしくお願いします。こちら画面が映っているかと思いますが、まずいつもの投稿のところに行きます。ここですね。はい、はい、今何してるの出ました。じゃあ、3D アップしますと書いてみましょう。 3D アップします。はい、できました。そうしましたら、いつもの投稿に追加というところを見まして、はい、このように出てますね。この下の方に 3D 写真っていうのも出てきたのがわかるかと思うんですが、こちらですね、 3D 写真を押します。すると、自分のカメラロールの中の 3D 写真に設定できる写真のみが出てきます。今日はどれ選ぼうかな。こちらのみかんの、あ、これかな。じゃあこれ、ご興味持っていただいたので、この娘の写真を押してみたいと思います。すると 3D 写真の制作中と出ました。そして画面を、もうこれでできてしまいましたね。はい、あっという間に 3D 写真ができてしまいました。はい、こちらで投稿を押せば、はい、すぐに 3D 写真ができました。はい、以上で 3D 写真のアップする方法をお伝えしました。それではまたお悩みがありましたら解決いたします。バイバーイ。